ということで、それでは早速お便りの紹介に参りましょう。はい、じゃあまず今日はですね、ミスティネームややこさんからいただきました。ありがとうございます。島田さん、カジさん、明けましておめでとうございます。はい、もう結構日にち経ってますけどね。はい、いきなりなんですが、私は新年早々死にかけました。ちょっと待て、どうした？新潟の、祖父母の家に遊びに行っていました。あまり雪の降らないところに、住んでいるのですが、珍しくたくさん降っていまして、道路は路面凍結、やばいだろうなと思っていたのですが、案の定父の運転する車はスリップしました。人間一番恐怖を感じると声って出なくなるんですね。かっこ笑いって書いてある。そして車は横にかなり揺れました。あ、私死んだなって思いました。でも田んぼにギリギリ落ちずに止まってました。この時初めて父の運転の良さに感謝しました。この後いとこにマフラーを取られ、雪の中30分寒さに耐え、結果風邪をひきました。お二人は命の危険を感じたことってありますか？なるほどね。俺ひろたいっぱい感じてそうですよね、なんか。うん、そうだね。一回急性アルコール中毒もやっちゃってるし、そういう感じ。あと正月に、あの餅喉詰まらせて本当に。漫画じゃないですか。本当にね、あの新年早々俺孤独死で新聞に載るかなって思ったもん。孤独死なんですかそれ？いやだから本当にもう一人暮らし始めてで、まあ声優としても。いろいろやるようになって、ファンの年賀状を書いてたのね。はいはい。で、だけど結構ギリギリになっちゃって急いでたからっつって、たまたま実家からもらった餅を、いっぺんにすごいたくさんね、電子レンジでチンしたのよ。ほうほう。そうすると電子レンジでチンすると、異様に餅がこう、ひっつきやすくなってて。はいはい、わかります。で、それを急いでるからっつって、一気に全部口に入れたのね。なんか餅2個ぐらいの、こう、まとめたやつを。はい。そしたら、綺麗に喉に張り付いてさ、なんでそんな急いじゃった？いやもうなんか本当に時間がなかったから早く頑張って出さないと間に合わないと思って。で、一気に食べたら。一気に食べたら張り付いちゃって。で、カーッとなって、あ、やばい、引っかかったわと思って出そうと思って、息吐こうとするんだけど、完全にピタッて蓋がされてるから。喉のところで餅がふくーってなってるんですからね。もういやもうだからずっとね、あのなんか餅がね、あんまりこう動かないのよ。そこからずっと停滞してて。どうして回避したの？で、それで、もう吸うこともできないし吐くこともできないからやばいと思って自分の喉の中に指一気に突っ込んで、その餅を無理やりこう指で引っ張り出しました。あ、おじいちゃんとかおばあちゃんがなんかこう餅を喉に詰まらせてっていうのがあったりとかするじゃない。はいはい。これは結構大変だなと思って、引っ張り出すのも結構必死だったし、もうその後なんか若干喉すっげえ痛かったし。まあ痛いでしょうね。本当に危うく死にかけたね。へえ。あの時には俺も一瞬やばい、このままだと俺死ぬって思った。まあそれちょっと本当は危ないですね。うん。ああ。でもユダはそういうのない？俺はあんまりないですね。なんか、裸足だったとか。それ履けばいいじゃないですか。全裸だった。どういう状況なんですか？ホテルからこうなんか締め出されて。あ、でもあのその裸足の感じで言えば。ちっちゃい時に、小学生ですね、すごくこう侍に憧れた時期があったんですよ。何その情報。だからすっごい真冬で寒いのに、裸足で生活してたんですよ、家の中でね。家ですよ。そしたら俺すごい冷え性だから、もう感覚とかなくなっちゃって、もう霜焼けを超えちゃったんですよ。ただの凍傷じゃねえかそれ。ですね、もうやばかったですよ。でもなんかこういや俺は侍になるんだと思って裸足で頑張ってたけど、もうダメでしたね。なるほどね。すごい冷え性だから、もう絶対やるなよ。やんない。なんかもう侍に憧れるとかもうやめて。でも最近ちょっとね、来たブーム、昔ブーム。あ、本当に。なんかいやそんな詳しくないんですけど、別にただ興味があるだけで、なんかこう、まあ、戦国もそうだし。ああ、そうだね。別に平安とかね、鎌倉とか別にそういうのも好きだし。ああ、なんか日本の昔がすごい、なんかあのなんだろう、その戦争のね、時とかもそうだし、昭和明治とか、明治大正昭和。でもね、わかるそれ。ちょっとなんか俺もね、ある時期から途端にそれまで歴史に全く興味なかったの。俺だって高校を選んだ時もその歴史が嫌いだからっていう理由で、あのその高校生のコースを変えたぐらいだったの。それぐらい嫌いだったのに、今妙に歴史知りたいからね。ああ、何なんですかね。何なんだろうね、これね。俺2010に入るぐらいでなんかすごいなった。ああ、じゃあもう本当についてないな。年末になんかそういうテレビを多分、あったね、いろいろやってたね、見てて。ああ、
面白い番組が多分あったんでしょうね。それでなんかすごく聞かれて、あ、まあね、新しい大河とかも始まりましたけどね。そうだね。はい。何の話でしたっけ？死にかけた話ですよね、うんうん、危険を感じた話だったんだけど、はい、なんかよくわかんない、僕の侍になりたい話になっちゃった、ね、なっちゃったね、すいませんね、うん、はい、じゃあ頑張って侍になってください、ください、はい、はい、侍、初の侍声優になりますね、うん、てかもう本当にごめんなさい、気をつけてください、ね、はい、次も